動画の視聴ありがとうございます。私、レック専任講師の根本昭治と申しますえ。ここでは皆さんに私が担当する新全日専科講座についてアナウンスしたいことがあるって動画の方撮影しております。ズバりまず結論から言いますと、こういうことです。緊急事態宣言など学校に通うことが難しくなっても途切れず学習ができます。強調したい点が二点あります。 途切れずにそしてもう一つ生講義とほぼ同じ感覚この後説明したく動画を撮影していますもうちょっと具体的にいきましょう私が担当する全日4日講座こちらの方は月曜水曜金曜10時から5時の講義になっています生講義では渋谷駅前本校 また全国のレックの方で同時配信、リアルタイムに聞くことができるようにしています。ですので受講生の方は月曜、水曜、金曜に学校に来て講義を受けて帰るということになるんですがやはり怖い点があると思います。緊急事態宣言など強い制限がされ行かないようにとそういった 制約がついたとき、一体どうすればいいんだろうこの全日門家講座では、こういったことがあったときに備えたいろいろなフォローを考えています。そのフォローというのは、こちら、ズームでリアルタイムで家で聞けるってことなんです。渋谷駅前本校で講義をする。 それがまさに同じ時間帯で画面に出てきて家で受けられると。こういった環境を用意しています。で、これって何のメリットがあるのかと。一般的な通信講座と何が違うかっていうと、こちら、ズームでリアルタイムですので、スケジュール拘束されるんです。その時間に受けなきゃいけない。 といった拘束を受受けるのでで強制的に受講ができますまたもう一つ生講義で同じ時間帯で受講できるもう一個の利点はいつでも戻れることなんです生に戻れるんですこちらですが例えばうん民法の18回19回5月10日に実施されるんですがそこが 措置によっていけなくなったと。で、本来は通信講座を待つということで、5月24日、ここに受講するなる。で、通信講座で受講で5月24日に受けちゃうと、例えば民法20回目、5月12日なんですよ。もし、制限が解除されてもね、次の講義に間に合わないんです。一方です。 この生講義をズーム配信します。その日程通り受けたらどうなるか。5月10日に生講義を渋谷で実施する。それをズーム配信に聞く。そうすれば、次の5月12日受けられますよね。次の講義に参加できるんです。通信設定でなく生設定にしておいて、ズームで参加しておけば、いつでも 感染状況などを踏まえていつでも生講義に戻れるんです。ってことでスケジュールを維持しながら自宅学習ができるここが大きいんですよ。でこちら全日専音家講座生同時配信通学を設定しておくといろんな特典が受けられます。生講義 同時配信で本校で受けられる。また、自宅で、ズームでも受講できる。また、次の欄。翌日になってしまうんですが、ちょっと荒い形の動画が見れます。休んでしまった。どうしてもその時間聞けなかったといった場合は、こちらでフォローができます。でなおかつ、下2行。2週間経つ。DVD の場合はもうちょっと先になるんですけど、 ウェブの場合であれば二週間経てば綺麗な動画がまた見れます生同時配信を設定しておけばこんだけのフォローがつきます一方通信で設定するとこの下二つだけですお昼間全くね授業が受けられないという方であれば別ですが昼間に授業を受けられる環境の方はぜひ生や同時配信クラスの設定で受講してください 二つ目のポイント自宅で受けられるって言っているんですが疑問が起きたらどうするんだろうという点なんですこちらですが通学クラスに設定した方は当日電話で渋谷駅前本校に連絡、え質問ができるという制度を設定しています通学クラスだけです同時配信クラスであれ 生クラスであれ自宅から渋谷駅前方向にお電話していただいて今日のこの講義講義ちょっとここ聞きそびれたんだけどとあとここちょっと疑問持ったけどどうなんのと生講義であれば直接教室で質問できるような感覚でえこちら電話で直接すぐ質問できるようにしております講義終わってから30分ぐらいから質問を受け付けようと考えています詳しいところはまた講義が始まったらアナウンスしますまた 全クラス共通でオンライン上でで私にに質問ができるようにしております。オンンライン上のメールみたいな形のものを使って質問ができるできるだけ早い回答を心がけてます翌日にはできるだけ回答できるようにしています一応1週間って約束ですが翌日にはできるようにはしていますできるだけ生講義と同じような感覚を持ってほしかったんですこちらも頑張って急いで回答しますので何かあればぜひこういうのも使ってくださいということで 最後にもう一回、この全日線おか講座、学校に通うことが難しくなったとしても学習できます。途切れずに学習できるし、生講義とほぼ同じ感覚を用意しています。ぜひこちらの検討、受講の検討してみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。